清水明子です。能美市国際交流協会の職員です。職務としてはいろいろありますが、例えば市からの依頼で小学校の英語の授業に外国の方を派遣し、一緒に交流しながら英語を学ぶ授業のお手伝いもしています。やはり子どもたちの中の外国人というイメージは教科書の中やアメリカのような先進国のイメージが強いと思うのですが、世界には多くの国があって、また能美市にはアジアの方が多く暮らしているので、いろんな国があることを子どもたちに知ってもらういい機会になっていると思います。最初の頃、子どもたちの口からは自分たちの知っている国の名前しか出てこなかったんですが、今日来てくれている人たちはどこの国から来たかなと尋ねると、ミャンマーみたいに子どもたちの口から今まで交流してきた皆さんの国の名前が出てきた時はすごく嬉しかったです。他にも毎回テーマを変えて地域の日本人や在住外国人の皆さんが交流できる国際交流イベントやバスツアー、そしてニューイヤーパーティーなど協会独自のイベントも定期的に企画開催しています。元はといえば、高校時代に南アフリカの人種隔離政策アパルトヘイトのフィクションドラマを見たことが全ての始まりでした。その時に世界には私の知らないことがたくさんあると気づいたことから、世界のことをもっと学びたいという意志が芽生え、立命館大学の国際関係学部に進学しました。大学生の時にカナダへ留学し、その後日本でも就職しましたが、どうしても海外に行きたい思いが抑えられず日本を飛び出しました。その後日本に帰ってきてから今後のことを考えると、このままではいけない、今まで自分は国際交流の分野には携わってきたけれど、これからは関心のあった国際協力について携わってみたいと思い、その頃ちょうど職員を募集していた JICA 北陸支部に入校しました。 JICA 北陸にいた時にブータンと関わる業務を担当し、またブータンにいたことでブータンのことが好きになりました。空港に着いてしばらく経った時に軽く高山病になりました。持って行ったカップラーメンの袋もパンパンになるくらいで、こんな標高なんだと高さを実感できました。国際空港があるパロと首都のティンプー、そしてそこから少し離れたハというところに行きました。出張の目的は福井県もブータンも伝統工芸が同じく漆器で、ブータンから福井県に漆器についての支援をしてほしいという依頼があり、福井県がブータンのために何ができるのかの現地調査に同行しました。現地の JICA 職員の皆さんに助けていただきながらも、日本からの JICA 職員の同行は私一人だったこともあり、とても貴重な経験となりました。ブータンは国として国民の幸せを願った国づくりをしています。その政策が世界から注目を浴びるようになりました。そして今の国王のお父様が国王になられた時に、国民がどういう生活をしているのかを自分の目で確かめるために国中を歩きました。その際に国民の皆さんと対話したということもあり、国民の皆さんからはとても信頼されています。経済発展だけが全てではないということに気づかされました。仏教の教えの中の樽を知るという考え方をブータンから学びました。今持っているものに感謝することが幸せ。JICA 北陸での勤務の後に JICA 東京に移動になり、しばらく東京で暮らしていました。東京で暮らしている時は欲しいものややりたいこと、やらなきゃいけないことがたくさんあり、あれも欲しい、これも欲しい、あれもしたい、これもしたい、あれもこれもしなきゃという慌ただしい生活を送っていました。ふとした時に、これは自分らしい生活ではないのではと気づきました。能
登米市には家族がいて、友達がいて、美味しいものも食べられて、身の回りにあるものだけで本当に幸せ。そして変わらない日々を過ごせることが何より幸せなんだ、ということに気づかされたことも U ターンのきっかけになりました。高校時代に世界には知らないことがたくさんあるとして飛び出し、いろんな世界を見てきたり、いろんな人たちと会ってきましたが、これからは自分が生まれ育ったふるさとのために今までの自分の経験を生かして貢献できたらと思うようになりました。それは誰にでもできることではなく、私だからできることがたくさんあるんじゃないかと思いました。私がそうであるように、外に出て地元の良さに気づくことは多いと思います。地元に愛着を持つ人たちを増やしたいという思いも U ターンの理由の一つです。私にとっては地元の能美市を外国の方たちも含めてその良さを知ってほしいです。能美市で生まれ育った人や暮らしている人にはその良さに気づいてほしいです。すべてはそこに尽きます。もちろん能美市もこうしたらいいと思うところもたくさんありますが、そういうこともひっくるめてみんな能美市を好きになって愛着を持ってほしいです。ここで暮らしてほしいですが、若い人にはどんどん外に出て行ってほしいです。ただやっぱり最終的には能美市がいいよねと思ってもらえる街にしていけるお手伝いができたらと思っています。したいこと能美市だったら叶うかも。